中国共産党の第20回党大会の開幕を来月16日に控え、北京に隣接する天津市では統制がエスカレートしています。ネット上では天津市が10月1日から封鎖されるかもしれないとの噂が流れています。一早上起来、广东路、越秀路全封了，前面万燕城、彩黑城都停了。大家又开启了新一轮的抢菜囤货模式。一进来之后，发现蔬菜早已经被抢购一空了，水果也是所剩无几。天津市当局は28日、55人の新規感染者が確認され、そのうち47人が無症状、8人が軽症であると発表しました。また14の区に影響が及んでおり、1500以上の地域にリスクが存在しているとしています。29日から市全体で大規模な PCR 検査が始まり、外出するためには各種証明書を提示しなければなりません。看看这种做核酸啊，什么意思？这种做核酸有多少传染多少啊？这新安小学，他的月角里，他这人也没封啊，这月角里也没封，这围个大栏。大板子嘛意思，这是嘛情况？ネット上では、天津市が10月1日から封鎖されるという噂が流れています。当局は早速デマであると否定しましたが、人々は中共の言うことは信用できない、様子を見なければならないと言っています。几乎到这一圈门帘全部封上。哎，比大年三十晚了还清静。中共の第20回党大会が近づくにつれ、中国全土で当局による締め付けが強まっています。寧夏やチベットではゼロコロナ政策による人災が絶えず、雲南省昆明市では7万人以上が健康コードを強制的に黄色に変えられました。また深圳市では1人が感染したことで村全体が封鎖され、住民1000人が抗議活動を起こしました。NTD ジャパンがお伝えしました。